はい、集団規定のですね、まあ、まず用途制限というところ、もう皆さん用途地域っていうね、まあ、そういった内容はもうある程度ご理解いただいていると思います。まあ、用途地域って言いますと、まあ、一言で言うと、このエリアはですね、こういうふうな建物を建てましょうっていうふうな、まあ、そういった方針をね、まあ、決めてるってことですね。第1種、第2種、低層住居専用地域みたいなことですね。で、ちょっと読むと、用途地域等内において、宗教用の建物、まあ、建築物ですね。あとは、派出所、医療福祉用などを除き、用途は用途制限に適合するものでなければならないというふうな、まあ、そういった規定が、これは建築基準法上に定められているということです。ですんで、まあ、以前ね、学習した都市計画法のところでもですね、まあ、同じこと言ってるんですけど、ただまあ建築基準法でも再びですね、まあ同じ内容を言ってるというようなことです。まあもうここはね、あえて説明する必要もないと思うんですけど、まあ宗教用とか、あとは派出所、まあ、交番ですね、おまわりさんがいるようなところ。で、あとは、医療用とか福祉用とかね、そういうまあ公共的なもの以外っていうのは基本的には用途にね、ちゃんと適合してねっていうことですね。で、ここからはですね、ちょっと建築基準法ならではなんですけど、建物の敷地が用途制限の異なる2つの地域にまたがる場合は、その過半数で、属する用途制限が適用されるというような内容になってます。ですんで、ね、用途地域のところで勘がいい方ってパッと思いついた方ね、いらっしゃれば素晴らしいんですけど、またがってたらどうなんだっていうところなんですよね。例えば、こっちが住居系。まあ、ありえないと思いますけど、極端に言いますね。こっちが工業系だったとしますと。言ったときに、ってなったら、こっちからこっちは家建てていいけど、こっちからこっちは家建てちゃダメみたいな話になってくるんですよね。で、なったときに、じゃあ、またがってたらどうするのっていう。で、敷地がちっちゃい方だけ家建てて、こっちは工業用に使わないといけないのかとか、っていうような、まあそういったところね、ピンと来られた方は素晴らしいんですけど、まあ要はですね、過半数を属する用途地域。なので、例えばですけど、住居系が 55%、55平米ありました。で、商業系が 45%、45平米ですね。だった場合、まあ、合計で100平米なんですけど、そうなってくると、その土地に関しては、全部を建物を建ててもいいよと。まあ、逆に言えば、第一種低層住居専用地域として使っていいよっていうことですね。っていう風なルールが定められてます。で、この過半数が属する法っていうのはしっかりと覚えておいてください。後々ですね、過半数じゃないケースとか割合でいくような、そういったものもあるんですよ。なんで、そこがごっちゃにならないように、用途制限っていうものに関しては、過半数が属する方が、まあ、利用、用途制限として適用されるというようなことをしっかりとね、押さえておいてください。で、実際ありますよ。そのね、土地の形上を、まあ、さっきのね、住居系、工業系は極端ですけど、例えば第2種低層住居専用地域と第1種住居専用地域にまたがるとかね、だったらこれ低層の方が適用されるんだったら高さの制限が出たりとかしますから、で、その場合どうなるのっていうことは割とよくある話です。ですんで、まあ、そういう意味でもね、知っといてもらったらいいんじゃないかなと思います。で、用途制限の内容として、まあ、建てられる建物、建てられない建物っていうね、まあ、そういったところもね、まあ、さらっと触れたと思うんですけど、そのうちの一つで、接道義務っていうものがあります。ね、これはもう不動産屋さんで特に売買する方だったら絶対に知っておかないといけない内容なんですけど、接道義務。道路はですね、2メートル以上の敷地に接しなければならないと。で、集団規定上の道路っていうのは、まあ、幅員4メートル以上のものを言いますと。で、また道路が4メートル以内であっても、セットバックって言われる42条2項道路にすれば道路としても認められるというようなことですね。まあ、さらさらっと読んでね、これで、ああ、なるほどって思われた方はすごいんですけど、まあ、要はですね、その、宅建市のね、冒頭で、宅建市の冒頭じゃないな、法令上の制限のね、冒頭のところでちょっとお話ししたんですけど、まあ、要はですね、道路があったら、建物、敷地がありますと。ってなった時に、まあ、こっちの絵見てもらった方が分かりやすいですかね。で、まあ、敷地と道路が接しないとダメですよ、っていう風なルールが決まってるんですよ。なので、2メートル以上、これが2メートル以上、まず道路に敷地がくっついてないといけませんっていうところで、まあ、この赤いね、ところですね。で、これがくっついてないと、そもそも建物建てれないんですよ。なんで、もし不動産の売買をしますよと言った時に、まず不動産屋さん何見るかっていうと、家建てれるかどうか見るんですよね。
で、この敷地に2メートル接してないってなると、極端な話、家建てれませんので、そうなってくると用途がだいぶ少なくなるんですね。例えば、今だったら太陽光のね、ソーラーパネル敷く敷地にしたりとか、ね、そういったふうな感じ、あとは駐車場にするとか、2メートル接してないとなかなか駐車場も厳しいかなとは思いますけど、そういったふうに、要は建物が建てれないってなってしまうと、土地の値段ってものすごく下がりますんで、なので、不動産のね、売買する方はまずここを確認するんですけど、で、まず道路に2メートル以上接してないといけないっていうふうなルールが、まず大前提、2メートルですね。これが接道義務って言われるやつです。で、じゃあ道路ってね、一概に全部道路かっていうと道路じゃないんですよ。っていうのは何言ってるかわかりますかね。要は、アスファルトの舗装がされてて、で、道路の側溝ね、溝があって、で、っていう風なものが全て道路かっていうと、そういうわけじゃなくて、道路っていうものの定義っていうのがちゃんとあるんですね。で、一応集団規定上、今回の法律上では、幅員4メートル。要するに、道路幅4メートルですね。なんで、道路中心から2メートル、道路中心から2メートルの合計4メートルあるようなものを道路として扱いますっていうのがまず前提です。なので、4メートル、幅が4メートルの道路に2メートル以上敷地が接してないと建物建てちゃダメだよっていうのがルールなんですけど、ただ、実際問題ね、4メートルない道路っていっぱいあるんですよ。で、じゃあ4メートルない道路の時は絶対建物建てれないのかっていうと、さすがに建築基準法もですね、そこまでは言ってないというか、厳しくしてなくてですね、道路が4メートル以内の場合、以内であっても、セットバックって言われるね、要は道路の中心から、合計4メートルになるようなところまで、幅を広げていただければ、道路としてもいいよと。要するに、敷地をちょっとくださいということですね。で、これがね、どういうことかっていうと、ちょっと絵を見ていただきたいんですけど、道路中心っていうね、線が一本ありますよね。で、敷地っていう、ちょっとこう、薄緑か、みたいな感じで敷地の形が出てるんですけど、例えばですけど、今現状、この道路っていうのは2メートルしかありませんと。ね、道路中心が真ん中にありますから、その下っていうのが、相手さんの土地ですね。で、自分家の土地と相手さんの土地の幅、要するに道路の幅ですね。道路の幅っていうのは2メートルしか今ないよ、というような状況。で、これでですね、じゃあ建物建てちゃダメなのかっていうと、道路の中心から1メートル下がれば、道路の中心から1メートル下がれば、今現在はこれ3メートル確保されることになるっていうのはわかりますかね。今、道路の中心から、ごめんなさい、敷地から1メートルですね。道路の中心から言うと2メートル。道路の中心から言うと2メートル。自分の敷地を1メートル差し出す。もう、イメージとして分かりやすくするために、あえて、こう、ちょっと砕けて言いますけど、要は、自分家の敷地1メートルを国に道路としてあげちゃうってことです。ね、実際あげるわけじゃないですけど。実際あげるわけじゃないんですけど、あげちゃうよ、というようなことをすると。そうした場合、相手の敷地があって、で、自分家の敷地まで今度3メートル確保されることになりますよね。で、その状態で、例えば相手さんのその敷地ですね。向こうさんの敷地が、新しく家建てるよと言ったとき、また同じように1メートル、1メートルね、道路を市に上げてくれれば、合計4メートルになるじゃないですか。なんで、要は考え方として、最終的に4メートルにしてくれればいいんですよ。市からすると。なんで、道路の中心から2メートル行ったところ、道路の中心から2メートル行ったところで建築するんであれば、それは認めてあげようというのが、このセットバックって言われるようなものです。で、セットバックですね。細かい規定が実はいっぱいあるんですよ。例えば、この絵の事例だったらね、例えば、こう、敷地があって、道路があって、敷地があって。で、要はこの道路今2メートルしかないけど、1メートルずつ譲り合えば4メートルになるから、だったら4メートルの道路として認めるよと。そのために自分家ちょっと1メートル下がってねっていうような規定だったんですけど、これ相手さんが敷地じゃなくて、例えば崖とか、ね、水路だった場合、それ下げるわけいかないんですよね。要は、水路があります。道路2メートルです。で、敷地がありますっていう場合だったら、仮に1メートル譲っても、水路を1メートル下げるってできないわけなんですよ。1メートル下がったら水路なくなっちゃいますから。なんで、そういう場合だったら、水路のところから4メートル。なんで、横の絵でいきますと、道路中心から3メートル下がったところに行かないとダメなんですよね。要は、水路があって4メートル確保されて、で、敷地があるというふうな状態です。で、セットバックは結構こう、パッとした印象でね、分かりにくいっていう方多いんですけど、
結論だけ覚えてもらえれば、あとはなんとなくわかると思うんですけど、要は将来的に道路が4メートルになればいいんですよ。道路が4メートルになるようにしてくれれば国は OK っていう話です。なんで結論だけ言うと、道路が4メートルになるようにしてくれて、かつその道路に2メートル接してれば OK だよっていう、これがセットバックの接道義務って言われるようなものになりますね。なんで、まあ、細かい数字までね、多分宅建士の試験で出るかっていうとちょっと微妙なんですけど、ただ出てもおかしくない範囲ではありますんで、まあ、一応ね、道路は4メートル確保しないといけないと。で、現状2メートルしかないんだったら、道路中心から2メートル下がってくれればね、まあ、要するに2メートルで今1メートル。で、合計は今3メートルになるんだけど、相手さんがね、建物建てたら4メートルになるから、それだったら、まあ、道路として認めてあげようというような、そういった規定があるよと。いうようなことをちょっと押さえておいていただければ結構かなと思います。ではちょっと次のチャプターいきたいと思います。で、建平率と容積率のお話になります。で、建平率および容積率なんですけども、ちょっと時間がかかりますっていうのも、本当にちゃんと分かってないとこれ問題出ても解けないんですよ。で、ただですね、この建平容積っていうのは、まあ知っといてもらいたい。特に不動産屋さんされるんであれば、ね、こういったルールっていうのはもう建築基準法のもう基本の木みたいな内容になってきますので、なのでやっぱりここはしっかりと押さえておいてください。で、本試験も実際出ますから、この内容っていうのは。なので、数字が苦手だよっていう方でもですね、ちょっと頑張って覚えていっていただきたいんですけど、まず、ちょっとこう、サラサラっとね、最初に内容を説明させていただいた後にですね、ちょっと絵を作ってますんで、その絵を見ながらね、実際どういうふうに計算するかっていうところまでお話ししたいと思います。で、まあ、建平率って言われるものって何っていうことなんですけど、まあ、建平率ってマックスは 100% なんですよ。で、これ何かっていうと、例えばこういうふうに敷地があります。もう正方形でね、イメージしてもらったらいいんですけど、その敷地の中に建物をどれぐらいの大きさで建てられるかっていうようなことなんですよね。なので、建平率 100% だったら、この敷地に全く同じ形の建物が建つみたいなイメージになります。まあ、細かい話をすると、実際建平率 100% でも建物 100% ってありえないんですけど、まあ、そこのね、細かいことは一旦、まあ、置いといて、建築士の試験じゃないので。なので、まあまあ、そこら辺はね、ちょっと、さらっと聞いといてもらえればいいんですけど、まあ、要はその敷地にどれぐらいの大きさの建物が建てられるかっていうのが、この建平率です。なんで、例えば、10メートル、10メートルの合計100平米のね、正方形の土地がありましたよと。言った時にですね、そのうち、例えば建平率 50% ですって言われたら、50平米までしか建物を建てちゃダメだよってことです。なので 10% って言われたらね、建平率 10% って言われたら、10平米の建物しか建てれないっていうことですね。なので、その敷地全体に対して、こうかな?こういう敷地全体に対してどれぐらいの建物を建てていいかっていうふうな内容になります。なので、まあ、一応、建平率の割合っていうのは、建物面積割る敷地面積で、この建平率っていうのが出ますと。で、別にこの、割るっていうのは別に覚えとかなくていいです。建平率の計算までは出ないので。ただ、どういった規定があったら、この緩和されるかっていうところがね、本試験は出ますんで、そこをちょっと覚えておいてください。まず一つ目。特定行政庁が指定する角地。ね、特定行政庁が指定です。指定してないと角地だからっていうわけじゃダメですよ。あくまで特定行政庁がいいよって言った角地だったら、まず 10% 緩和してくれます。で、建平率って、大体そのエリアによって決まってるんですよ。例えば、ここら辺の、このエリアだったら、建平率、じゃあ 60% ですというふうな、まず前提が決まってます。なので、100平米の建物であれば、60平米までしか建物建てれませんっていうお話なんですけど、特定行政庁が指定する角地だった場合は、60% が 70% になるってことですね。で、この特定行政庁が指定するっていうのは割と引っ掛けで出ますんで、角地だったら 10% 引かれるわけじゃないですから。あくまで行政が指定した角地だったらってことです。で、10% 緩和。で、もう一つ、防火地域内にある耐火建築物も 10% 緩和しますということです。これも防火地域内かつ、耐火建築物っていうことですね。まあ大体一般的に防火地域内にある建物ってほぼ耐火建築物で作るんですけど、なんで、その2つの要件を満たせば 10% さらに緩和ですね。なので両方満たしたら 20% 緩和です。なのでさっきの事例で言うと、例えばこういう風に敷地がありましたと。ね。で、これ実は角地なんですよ。ここ道路みたいなね。角地でしたと。で、その状態で、まず、特定行政庁が指定した角地だと。
そうすると、さっき 60% ですよってお話だと思うんですけど、もともと例えばここ 60% って決められてたら、プラス 10%。で、さらに防火地域内にある耐火建築物の場合、さらに 10%。まあ、今回は防火地域内にある耐火建築物だとしましょうか。そうすると 20% 緩和なんで、60% プラス 20% で 80% まで建物を建てていいですよってことです。なので100平米だったら80平米までの建物を建ててもいいよっていうね。まあそういった緩和が受けられるっていうところがまず一つ。で、もう一つ。建蔽率がもともと 80% の場合。80% で、かつ防火地域内にある耐火建築物の場合、制限なしになるんですよ。要は 100% ってことです。で、建蔽率ここ 80% ですって定められてるところで、防火地域内にある耐火建築物の場合っていうことで、多いのは大きい商業施設ですね。まあ、ちょっと僕ごめんなさい、東京のね、どこら辺がこう、ショッピングモールとかがあんまりわからない。僕大阪の人間なんで、大阪だったら梅田とか難波とか、ああいうエリアは割と制限ないところが多いです。土地余らせるともったいないんでね。なので、もともと建蔽率 80% ですっていう設定されてて、で、その状態で防火地域内、大体ああいうとこ防火地域内ですから。で、ってなってくると耐火建築物建てますってなったら、もう土地のキッツキツまで建物建てていいんですよ。なんで、割と大きい、こう、そういうね、都市部の商業施設のところ見ていただいたらわかると思うんですけど、もうほんとキッツキツに建物建てられてると思うんですよね。それはこういう規定があるからっていうことです。なので、憲兵が 80% の場合。80% でかつ防火地域内にある耐火建築物だったら制限がなくなるってことです。これ角地いらないですからね。あくまで防火地域内の耐火建築物だったら 80% が 100% になるよっていう 20% 増しっていうね、ちょっとお得な感じもするんですけど。まあそういったね、憲兵率っていうのはそういった規定があるよと。いうことで、まあ憲兵は以上で OK です。あとは実際ちょっとね、まあ絵でちょっと計算式出しながら見てもらえれば、なんとなく何のこと言ってるかわかると思います。で、容積率ですね。容積率っていうのは、要は、さっき言った敷地がね、あとするんじゃないですか。例えば、10メートルの建物、敷地で100平米の土地がありましたよと。で、そこに、延べ面積でいくら建てれるかっていう。今度はこれちょっと縦のイメージを持ってもらいたいです。これマンションですね。地面があって、1階、2階、3階、4階みたいなことなんですけど、それの割合です。それの割合っていうのも決められてますよということです。なんでこの容積率がなしってなったら極端な話、何百階建てでもできるんですよ。まあそのいろんなね、その現実的な話じゃないですよ。その、例えば高さの制限とか、日程規制とか道路規制とかいっぱいあるんで、その現実建てれるかっていう話は別ですけど、この容積率っていうところだけ見るとです。容積率なしですって言われたら、なんぼでも高くできるんですよ。どん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 ね。上に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 。で、なので、その敷地に対して何パーセントまでの延べ面積をやってもいいよっていうようなことが容積率です。で、例えばですけど、じゃあ憲兵率ね、さっきので 60% にしましょう。そうすると、敷地は、ね、10メートル10メートルの100平米のうち60平米まで建てていいよと。で、じゃあ60平米の建物建てました。ね。で、容積率は今度 300% になります。そうすると、延べ面積っていうのは300平米までになるんですよ。ね。敷地に対して床面積、延べ床面積いくらまでいいかっていうお話なんで、例えば、100平米で 300% って言われたら300平米まで。ね。全体の、この建物全体として300平米まで建てていいよっていう、この高さのところですね。になってくるので、60だったら、5階建てかな。6×5 で300なんで、6530でね、300平米なんで、まあ5階建てまでだったら建ててもいいよ、みたいなことになります。まあちょっと言葉じゃね、イメージつきづらいと思うんで、まあ絵を見ていただければわかると思うんですけど、まあそういった、まあ内容ということです。それが延べ面積ってやつですね。で、延べ面積割る敷地面積でこの容積率っていう数字は一応出ますよと。で、容積率で、一つ覚えておいてもらいたいのは、指定されたね、容積率。で、さっきは緩和があったと思うんですよ。10% 緩和、20% 緩和とか。今回は、指定された、容積率と、プラス、もう一個計算をしてね、出す容積率って二つ出すんですよ、容積率って。で、そのうちの厳しい方を使います。厳しい方を採用するって覚えておいてください。さっきの憲兵率っていうのは 60% って決められてます。じゃあそっから緩和があるかないかだけの話なんですけど、容積率っていうのは 300% って決められてます。で、それとは別に計算をして厳しい方を採用するということですね。で、まあそういったちょっと基本の前提を
覚えておいていただいて、で、そこにはですね、係数っていうものをね、ちょっと、覚えておいてもらいたいんですけど、住居系の係数だったら10分の4、まあ 40% ですね。で、住居系以外の場合だったら10分の6っていうことで、で、まあ 60%。で、上記の係数かける前面の道路なんですよ。前の道路の幅をかけて、それで容積率っていうのを出していくっていうふうなことです。で、用途地域がまたがる場合は過半数の用途地域を採用するということで、これは先ほどね、冒頭のところでもお話した内容とこれは一緒です。またがった場合は過半数の用途地域を採用しますと。なので、例えば住居系と商業系がまたがってる土地がありました。で、これで住居系の方が多いんであれば、住居係数を使うということです。10分の4、40% っていうことですね。で、ね、もし、例えばさっきの商業系の方が面積多いんだったら、住居系以外の10分の6を使うというようなことですね。なんとなくね、まあ、絵を見ていただいて、もうちょっと具体的にね、内容は説明するんですけど、イメージだけ今はわかればいいです。要は、建蔽率っていうのは、敷地に対して建物を建てる大きさの話ですね。まあ、敷地に対してどれぐらいのね、その建物が占有してるか。で、容積率っていうのはその建物の延べ面積。1階から何階建てまでの建物が建てれるのかっていう風なものが容積率です。建蔽と容積ね。この違いだけしっかりと押さえておいてください。はい、ではですね、ちょっと、参考程度に計算の方を、説明させていただきます。まあ、実際ね、まあ、この建蔽率何パーセントでしょうみたいなところまではね、他県市の計算では出にくいです。ただ出てもおかしくないっていうふうなことで、特にこう、不動産屋さんだったらこれぐらい知ってて当然の内容なので、建蔽と容積って何ですかって僕が取引してる不動産屋に言われたら、あ、この人やべえなと思いますけどね。とりあえず分かる人変わってもらっていいですかみたいな。っていうふうな内容になります。で、まずですね、防火地域内の耐火建築物っていう前提だとしてください。ね、これで 10% ってピーンってきた人は素晴らしいですね。で、80% だったらゼロになるってことですね。で、実際ですね、6メートル ×10 メートルの、敷地ですよと。で、建物は4メートル ×6 メートルを建てたいなと。ね、今思ってるって思ってもらえれば十分です。で、じゃあ、まず建蔽率何パーセントですかって聞かれるんですよ。で、指定は、10分の6と。ね、上のちょっととこ見、数字見てくださいね。建蔽率って書いてるところですね。防火地域内建蔽率。で、指定は10分の6。つまり 60%。なので、行政としてはとりあえず 60% までは建てていいよっていうのが決められてますということです。で、つまり、この敷地に建物は、10×6 の60平米ですね。で、60平米にプラスですよ、これ。防火地域内の耐火建築物なんで 10% 増えて10分の7になります。ですんで60平米かける10分の7、70% なんで6、7で42、42平米まで建物は建てていいよと。ね。っていうことは、今回建てたいと思ってる 4×6 っていうのは、四六の24平米の建物なわけなんですよね。床面積、そのね、敷地に対しての割合で言うと。四六の24。なんで、この建物は全然建てて大丈夫っていうことです。逆にこれで42平米を超えてくると、この建物は建てちゃダメだよっていうふうな話になっちゃいますということです。ですんで、この耐火建築物っていうのは建てるものを、まあ、建築することは可能だよというふうな内容です。で、容積率。容積率の条件として、今回は第一種低層住居、第一種、住居専用地域だと仮定してください。まあそういった風なね、内容で。で、指定容積は 200% です。なので、もし 200% を採用するんであれば、さっきの42平米ですね。指定容積率 200% の場合だったら、敷地面積が60平米なんで、まあ120平米まで建てていいよねっていう話で、ちゃんちゃんで終わりなんですよ。ね、敷地が6メートル ×10 メートルなんで、60平米の敷地ですと。で、そのうち200% 建てていいよってなると、120平米まで建築物建てても問題ないっていうふうなことで終わるんですけど、ただ、ちゃんと計算をしてくださいねと。で、全面道路の軽減というものをね、受け入れますというようなことで、今回住居系ですんで、係数は10分の4になります。ね、
十分の四。で、道路がね、二つまたがる場合、さっきみたいな、こうね、まあさっきてか、この絵みたいな角地の場合ですね。角地の場合って道路二つ絶対またがるじゃないですか。まあ、だから角地って言われるんですけど。なので、道路が二つあった場合は、一応広い方を採用していいよっていう風なルールも定められてますんで、そこも一緒に覚えておいてもらうといいんじゃないかなと思います。で、道路は広い方を採用しますということで、十分の四ですね。10分の4、ね、住居系は10分の4だよっていう係数に道路の幅6メートルをかけます。そうすると240っていう数字が出てきます。パーセントで言うと。240%。じゃあ 240% って言われた数字とプラス指定された 200%。小さい方を採用してくださいということで 200% まで建てれますと。ですんで、敷地が、6×10 の60平米の 200%。さっき言ってた120平米まで建築ができますよと。で、じゃあこの3階建ての建物建てれるかっていうと、まあ、現状ですね、4×6 なんで24平米の建物です。で、3階建てを建てようと思ってるっていうことなんで、まあ 24×3 ですね。24×3 なんで、75-3 したらいいのかな。75-3して72平米かな、多分。ちょっと計算間違ってたらごめんなさいね。72平米なんで、まあ全然大丈夫ってことです。120平米までなんで。なんでまあ5階ぐらいまでだったら建てても大丈夫じゃないですかね。24×5階だったら125、125、ああ、5階やったら、ぴったりぐらいなのかな、多分。5引くから、そうですね、多分ぴったりじゃないですかね。120平米になるじゃないですかね。ちょっと計算してみましょうか。24×5 階だから、そうですね。うん、120ぴったりですね。なんで5階までの建物だったら建ててもいいよっていう風な内容になりますよというようなことですね。はい。皆さんちょっとこうイメージつきましたでしょうか。憲兵要石っていうのはね、まず憲兵が何か、要石が何かっていうところを分かった上で、憲兵は、緩和があるかないか。要石は、全面道路に対しての計算をして厳しい方を採用しようね。っていうようなことですね。っていうところをね、ちょっと押さえておいてください。はい、ではですね、平成26年問いの18、建築基準法に関する次の記述のうち、正しいか間違ってるか、まあ、丸か×かって聞いてるんですけど、都市計画において定められた建平率の限度が10分の8とされている地域外で、かつ防火地域内にある耐火建築物の建平率については、都市計画について定められた建平率の数字に10分の1を加えた数字が限度になるよというようなことです。都市計画において、定められた建平率の限度が10分の8とされている地域外でですね、かつ防火地域内にある耐火建築物の建平率については都市計画において定められた建平率の数字に10分の1を加えた数字が限度となりますと。いかがですかね。今までのね、講義の内容をね、押さえといていただければ全然難しくないお話なんですけど、もうちょっと回答の方に行きますね。動画のご視聴ありがとうございます。下の概要欄の方にですね、私のホームページと、あとは1日3問、宅建業法と法令上の制限の民法と、毎日ですね3問の、問題を出題させていただいている LINE と Twitter もありますので、よければ一緒に見てみてください。でですね、本講義を受けられた方に関しては、こういった広告は一切なしにですねご視聴いただけますので、よければですね、本講義の方もぜひご購入お願いいたします。それでは皆様、宅建試験頑張っていきましょう。はい、丸ということですね。今回の問題では、建平率の制限が10分の8とされている地域外って書いてますから、10分の8だったら、防火地域内の耐火建築物 20% も割引されてお得ですねっていう話を多分したと思うんですよ。防火地域内にある耐火建築物であれば、建平率が、国がね、80% って決めてるんだったら、20% 緩和して、マックス、要するに制限なくなるよっていうことなんですけど、その地域外って言ってますんで、例えば、10分の6とかってことですよね。10分の7でもいいんですけど。60%、70% で定められてて、かつ、防火地域内にある耐火建築物だったら 10% 緩和されて終了と。なので、60が70になりました。70が80になりました。で、おしまいということですね。なので、しっかりと防火地域内にある耐火建築物で10分の8だったら0になるっていうね、そこをしっかりと分かってますかって聞いてるようなのがこの問題でしたというようなことになります。はい、ではですね、ちょっと前半の講義は以上とさせていただきまして、一旦休憩したいと思います。皆様お疲れ様でした。